は6レース JRA 認定ストロングホース九州各馬のデビュー戦を迎えます。距離は 1400m、 出走馬9頭、圧倒的な人気は3番のえっちゃん大好き、鞍上佐賀の山下博樹騎手です。このレースは8番のスパークレンゼル以外は全て佐賀からの遠征ということになります。各馬のデビュー戦、スタート地点はスタンド前右手方向です。4コーナーのカーブを回って直線に入ってすぐのところにスターティングゲートが置かれています。上空依然として青空、ところどころに雲が広がっている荒尾競馬場。馬場コンディションは今日寮の発表となっています。半分ぐらいの馬がゲートに収まりました。後方で待っている各馬も順番にゲートに向かっていきます。各馬のデビュー戦、これから4番のにっこり笑おが向かおうとしています。佐賀の馬、鞍上佐賀の石川慎介騎手、4番にっこり笑お、今収まります。ゲートの前にいた係員左右に分かれていきます。残りは1頭、佐賀の9番ドクトルシャクヤク、これが最後の枠入りです。9頭立ての競争、荒尾競馬6レース、デビュー戦ゲートインが終わりました。スタートしました。一番いいスタートを決めたのは3番エッチャン大好き、それから6番のナンブルトラマンもダッシュがついて前に行きます。それから3番手広がりましたが、7番のガールライクユー、外9番のドクトルシャクヤク、内からは5番ケンシベリーノと3番手が3頭広がりました。その後に4番ニッコリワラを中段を進みます。後方の3頭少し置かれ加減で、8番スパークルエンゼル、そのうちに2番のエバーアフター、最後方から1番のヒムカシンセの展開です。残り 1000m を切りました。2コーナーから向こう上面、先頭は3番のエッチャン大好きリード1馬身、そこに追っつけながら6番ナンブルトラマン、差を詰めていきます。体半分差、その後2馬身後方に7番のガールライクユース、外の3番手、内に5番ケンシベリーノ並んでいきます。また2馬身開いて4番ニッコリワラを外からじわっと押し上げて、2番エバーアフター、そのうちあと後方からは9番のドクトルシャクヤク、内から8番スパークレンゼル、ポジション上げていきました。1番のヒムカシンセイ、最後方で残り600を切っています。各馬3コーナーのカーブ、前の2頭並んできました。3番のエッチャン大好き、それから6番南部ウルトラマン、外の6番南部ウルトラマンがかわして先頭に立ちました。残り400を通過、内からまた盛り返してくる3番エッチャン大好き、その後3番手には7番のガールライクユー、その後方からもう1頭8番のスパークレンゼルも差を詰めて、前4頭眼光状態、直線コースに入っていきます。先頭は6番の南部ウルトラマンですが、内を救った8番のスパークレンゼル、地元の馬、外追い込んでくる7番ガールライクユーは現在3番手、さあ8番のスパークレンゼル、地元のスパークレンゼルが先頭、2番手6番南部ウルトラマン、3番手はガールライクユー、8番のスパークレンゼル1着ゴールイン、2着6番南部ウルトラマン、3着7番のガールライクユーでした。圧倒的な人気3番エッチャン大好き敗れました。8番のスパークレンゼル、鞍上吉留公式、今日絶好調4勝目。8番のスパークルエンゼル、デビュー勝ち。直線まんまと内を救って突き抜けました。2番手は6番の南部ウルトラマン。3着7番のガールライクユー。8番、6番、7番の順でゴール板前を通過しました。道中はじっくり追走、そして 3,4 コーナーから前との差を詰めていきました。4コーナーから直線にかけてもスムーズに内を回った8番のスパークルエンゼル、最後は2馬身ぐらいのリードで先着、2番手6番南部ウルトラマン、3着に7番のガールライクユー。荒尾競馬6レースが終了しました。 JRA 認定ストロングホース九州各馬のデビュー戦でしたが、8番のスパークルエンゼルがデビュー勝ちを飾っています。この後レースの確定までもうしばらくお待ちください。